りこのチームの最大の任務としては2019年のワールドカップにつなげると、言ったのが最大の任務でしたけども、その中で一番の障害となってたのが、まあ、日本国内だけですけども、外国人選手がなぜ日本代表の中にいるんだと、言ったところが、頻繁に言われてて、まあ、そこをクリアしない限りは2019年のワールドカップの成功はないというふうには常に思ってたんで。そして五郎丸選手といえばキックの前に見せる独特のポーズ、幅広い層に受け入れられ真似をする人が増えた。これだけこうブームになっているのをどう感じていますか？まあ、それを通じて、まあ、それをきっかけにしてですね、まあ、ラグビーを知っていただければいいなというふうに思いますね。皆さんもポーズ見ていて何か感じることはありますか？そうですね、まだまだもっと細かく見ないとまだ 100% できる人いないですね。まだ 100% の方はいないと思いますけどね。正解、これが 100% というのを教えていただいてもいいですか？指がね、はい、こうですね、ここ浮いてるんですよね、3本でも、ここいつも僕黒のテープつけてるんで、多分これが立ってないように見えるんでしょうね。見えにくくなっているんですね。これ合ってますか？そして一つとてもシンプルな質問をしたいんですけれども、ラグビーは好きですか？大好きです。大好き。見ていると本当に怖いですし、こんなにぶつかっていきますし、数多くあるスポーツの中でなぜラグビーなんですか？勝った時の喜びが一番、この時体ぶつかってこう命がなくなる可能性ぐらい激しいスポーツだから、分かんないです。ラグビーって、まあ次の日も体は痛いですし、でもだからこそやっぱり勝った時の喜びを仲間と共感できるっていう素晴らしさありますね。まあ、痛みだったり怪我っていうのは治るんで、意外と人間丈夫なんで大丈夫ですよ。五郎丸選手もラグビー好きですか？大好きですね。取り憑かれてます。